ねえねえおじさん、何してんの？ちょっと聞いてくれる？彼氏に約束すっぽかされちゃったの。ひどいと思わない？サンドイッチ食べる？結構です。ねえおじさん、どうせ暇なんでしょ？ちょっと話し合いたいんですよ。私超暇になっちゃったんだけど。他の人もさ、うまくいってないんだよね。なんでかわかんないんだよね。ねえ、なんでかわかる？すみません。多分いい女すぎるんだよね。近づきたいっていうか、おじさんもそう思うでしょ？思いません。あ、なんかお腹空いてきちゃった。なんでだろう。ねえ、昨日のドラマ見た？私と人間に泣いちゃったんだよね。おじさん見たでしょ？見てません。すいません、向こう行ってくれるかな？人待ってんだよ。彼女が来るんでしょ？あれ、絶対そうだ。何それ、もしかして婚約指輪でしょ？ダンキョンプロポーズ。おい、何してんだよ。返せよ。取り返せるもんなら取り返すみな。やめろ、開けんな。こんなもの私に見せんのよ。絶対恨んでやる。もしもし。例の箱を手に入れることはできたか？はい。それは良かった。中は覗いていないだろうな。はい、覗いてません。悪いが、今日はそっちへ向かうことができなくなった。明日また持ってきてくれるか。報酬は3倍にしてやる。はい、わかりました。繰り返し言うが、箱の中は絶対に覗くなよ。分かってるな？
った。木村、ビール買ってきたぞ。飲もうぜ。飲もう飲もう。相変わらずくせえな。お前、今日会社の面接だったんだろ？どうだったんだよ。それがさ、聞いてくれよ。部屋に入ったら、3人面接のおっさんがいたんだよ。それが、全員全く同じ顔なんだよ。なんでだよ。どうやら、三つ子らしいんだけど、俺が椅子に座ると、その3人がしばらくの間じっと俺のことを見つめてるんだよ。俺はただ固まっちゃってさ。そしたら左端のおっさんが、あなたの好物は何ですかって質問してきたんだよ。はぁ、それでなんて答えたんだよ。ハンバーグ。ガキかよ。いいじゃん、好きなんだから。で、次に右端のおっさんが、あなたは靴を履くときにどっちの足から履きますかって聞いてきたんだよ。何なんだよその質問は。だろ、俺も一瞬困ったんだけど、とりあえず左足から履きますって言ったんだよ。それで？そしたらしばらくの間また3人がじっと俺のこと見つめてるんだよ。同じ顔で？そう、同じ顔で。怖えな。だろ。でさ、その後最後に真ん中のおっさんが、あなたが昨日見た夢を教えてくださいって聞いてきたんだよ。信じられるか。で、なんて答えたんだよ。もう空飛んでましたよ。なんじゃそりゃ。しょうがねえだろ、飛んでたんだから。これから明日から働いてくださいだってさ。マジかよ。うん。いやでも、お前、いいのかい、そんなんで。どうしたら。何の会社なんだよ。不動産屋だよ。怪しいなそれ。まあ仕事がないよりマシだよ。これでようやく俺も社会人復帰なよ。いや、どうなんだよお前の方は。仕事決まったのか。俺か。うん。俺はまあ、いろいろと、なんとかやってるよ。いろいろってなんだよ。いろいろだよ。ちょっとトイレ行ってくる。
いつの方が怪しいじゃねえか。木村、どうしたんだよ。お前もしかしてその箱開けたのか。夢か。
おい、起きろ。おい、おい、起きろ。おい、おい、例の箱は持ってきてくれたか。それだそれだ、よく持ってきてくれた。もしもし、どうしたんでちゅか。ブーブーで遊んでたんでちゅか。パパはね、今お仕事でちゅよ。もうちょっとで帰るからね、いい子で待ってるんでちゅよ。あ、そうだ、今日はね、昆虫さんの本を買ってきてあげるからね。はい、バイバイ。それが報酬だ。ご苦労。こんなに。あの。
しもし。あ、俺。木村。あ、お前、面接、どうだったんだよ。え？また、ダメだった。ああ、やっぱダメだったか。俺、見たいよ。おいおいおい、そんなこと言うなよ。仕事なんていくらでも見つかるって。うん。あ、そうだ。お前、払ってないか？いつも減ってるよ。寿司おごるぞ。え？死ぬほど食わしてるよ。お前、そんなことねえだろ。大丈夫。心配すんな。俺に任せろ。今日、俺の給料日。